日本海側は雨が降りやすく雷などを伴う恐れがありますね。そうですね。えー、今日は北日本から日本海側のちエリアを中心にしてですね、えー、雷や突風を伴って短時間に激しい雨の降る恐れがあります。はい。えまず予想気圧配置9時の状況です。えー、今日は梅雨前線上の低気圧やまあ、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で、えー、北日本そして、えー、北陸から山陰中国地方九州北部など日本海側を中心に激しい雨 の恐れがあります、えー、現在の雨雲の状況をご覧のようになってるんですけれどもまあ低気圧本体の雨雲ですね。えー、この辺りにあってこの後北日本に入っていきます、はい、8時9時頃から本降りということになっていきそうです、うん、そして前線の南側でも雲が発達していますいくつか発達している場所がありまして山陰沖そしてもう一つは朝鮮半島の南部から 公、えー、海方面、この方面で現在、雨雲がかなり発達しているという形ですね。衛星で見ますと、ですね黄海の方にある雲もかなり、えー、激しく発達しているということがあります。ありますえー、日本海側のエリアで関してみますと、この2つのシステムの動きに、ね、この後は注目ということになりそうです。うん で今後の予想される降水の移り変わりなんですけれどもまず北日本でご覧いただきますと、えー、ま,あまとまった雨雲この後次第に日本海側から入っていきます。東北北地方方から北海道方面 えー、今日の日中を中心に雨降ったり止んだり、えー、日本海側では雷や突風を伴って激しい雨となる恐れがあります夜にかけてもね、日本海側を中心に降る時間割と長くなりそうです、えー、そして西日本方面はですね、気象庁の2キロモデルでご覧いただきたいんですけれども山陽沖にある雨雲なんですけれども,もうこの後沿岸付近を中心に、えー、通過をしていきそうです、えー、そして、えー、現在公、えー、海方面に ある発達した雨雲、こちらがお昼を過ぎますと九州北部また、さらに午後3時以降は中国地方夜遅い時間には四国や 紀伊、えー、半島方面近畿方面にかけても通過をしていく見込みです、はいえー、落雷や突風を伴って短時間に激しい雨の降る恐れがあります、うんえー、注意をしていただきたいと思いますそして東日本もご覧ください、はい、東日本方面もですね能登半島など、まあ、北陸エリアを中心にまず先行するものがお昼頃にかけてそしてさらに こちらは夕方以降、夜に入ってになりますけれども活発な雨雲が流れ込んできそうです、えー、関東の北部などでもですね局地的に雨雲発達する可能性がありますので、えー、この後の変化、引き続き最新の情報に注意をしてくださいはい。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます